今回は、新規で春秋時代の終わりまで到達した記念として、独断と偏見で選んだ、春秋の名勝実決、つまり春秋名勝ランキングベスト10を発表するぜ。うおぉ、ランキング、燃えるなぁ。このランキングの選定基準は、1春秋時代に生まれた人、2軍を率いたことがある人、この2つを満たした上で、名勝ポイントが高い人物を、10人選んでランキングにしたぜ。名勝ポイントって何よ。大きな戦いで勝利した、偉大な業績を残した、生き様に心打たれる、など私にとって強く印象に残るポイントのことだぜ。言い換えると、私好みポイントだぜ。随分ふんわりとした基準ね。そう、このランキングは完全に私の主観と都合でできている。名勝、とはいうものの、君主も数人ランクインしているぜ。ただ将軍と君主でランクインを迷った時は、将軍を優先している。実決は300年にわたる春秋時代の中でも、時代と地域を、できるだけ分散させて、幅広く選びたいという意図もある。そのせいで、主に御越や真の君主は実決入りの実力があっても、戦外になってしまっているぜ。ということをご理解の上、見ていただければ、と思うぜ。あと、今回は10位から6位までだぜ。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、鳥人間の提供でお送りします。では第10位の発表だぜ。春秋の名勝、第10位は、その猛将、聖徳神。誰？あざなの、死玉、の方が有名かもしれないな。聖徳神は春秋五派の一人、秦の文公を恐れさせた猛将だぜ。その西王に仕え、その右腕として活躍した。秦の文公が孔子時代に楚に訪れた時に、その言動に激怒し、西王に文公を殺害するよう勧めるなど、性格は直情で誇り高かった。軍事的な功績は、宋と通じて楚に背いた秦を、軍を率いて撃破し、再び楚に従わせたことが挙げられる。この他にも、宋の上皇が改名を開いた際に、聖徳神は、その代表として参加し、上皇を拉致して宋の国内を荒らし回ったんだぜ。ひえー。その西王はこれを聞いて大喜び、聖徳神は霊院宰相、になったぜ。そして1632年、運命の戦い、上牧の戦い、が行われた。祖と秦の覇権を決めるこの戦いに、その西王は消極的だったが、聖徳神は大軍である祖に称賛があると、攻撃を進言。西王は帰国し、聖徳神が総大将となって秦と蔡を含む連合軍を指揮した。この上牧の戦いは春秋時代を象徴する戦車戦だった。いずれ詳しく取り上げたいが、今回は結果だけを話す。蘇は中央を激烈に攻めるも、秦の機動戦術にはまり、敗北する。聖徳神は敗戦の責任を取って自刃した。聖徳神の死を知った秦の文公は彼の復讐を恐れていたため、死を喜んだという。聖徳神はまさに猛将、その栄光のために暴れ回ったが、最後は上牧の戦いに敗れ、失意のうちに死んだ。活躍はあるものの、失点の大きさゆえ、序列は10位だぜ。上牧の戦いの敗者、ってところが痛いわね。さて、続いては、第9位の発表だぜ。春秋の名勝、第9位は、リベンジを果たした秦の将軍、毛明氏、だぜ。毛明氏はあの謙信、百里奚の子で秦の牧公の頃の将軍だぜ。毛明氏は秦との戦いで活躍するぜ。秦で文公が死に、上皇が立った時、秦の牧公は、帝を勢力圏に収めるために毛明氏らを出兵させた。秦の代替わりの隙をついて、牧公は秦の勢力拡大を狙ったのね。だがこの出兵は失敗、毛明氏らが捕虜になるほどの大敗だった。名勝ランキング入りなのに、捕虜になっとるやんけ。ここからよ、ここから。この時は毛明氏らは解放されて、秦に帰国できた。牧公は自らの判断の誤りを謝罪して、毛明氏らは罪に問われなかった。
さてその後、毛明氏は将として秦を攻め、一条を奪う。さらにその翌年にも毛明氏は秦と対戦。この時の海戦では、毛明氏は戦の前に、乗ってきた船を焼き、後の時代の項羽の巨鹿の戦いを思わせるような決死の覚悟で、戦い、見事に秦を打ち破った。当時の覇権国、秦を撃破し、毛明氏は雪辱を果たしたぜ。毛明氏は敗戦もあるものの、項羽を思わせるような、自ら退路を断って、秦を大いに破ったことを評価したぜ。自身が捕虜になる大敗もあったが、勝利で十分に挽回できたと思う。よって9位にランクインだぜ。さて、続いては、第8位だぜ。春秋の名将、第8位は、過酷な籠城戦を耐え切った政治家、長武術長城氏、だぜ。長武術は秦の末期の政治家で、秦陽の戦いに勝利し、結果、秦が三分されて戦国時代が始まったんだぜ。秦陽の戦いは、当時の秦の実力者、紫伯が義士、監視を率いて、長武術の立てこもる秦陽城を攻めた戦いだぜ。秦陽城は途中、水攻めを食らいながらも、3年間包囲を耐え抜き、紫伯から義士、監視を離反させることに成功。水攻めの堤防を決壊させて、紫伯の軍を混乱させ、撃破し、紫伯を廃止させたぜ。紫伯の領地は長氏、義氏、監視で取り分けられ、秦は長、義、漢の三国に分割される。これが春秋時代から戦国時代へ移るきっかけとなった。ちなみに長武術は紫伯の恩を受けた余剰に二度命を狙われる。このあたりの話は四季の四角列伝で詳しく語られている。長武術は長期にわたる籠城戦を指揮したことや、最終的に逆襲を成功させて包囲側を廃止させたことを評価したぜ。また、秦陽の戦いが果たした歴史的な意義は大きい。ということで第8位にランクインだぜ。さて、続いては、第7位の発表だぜ。春秋の名将、第7位は、その覇権を確立させた王、その宗王だぜ。宗王は春秋五派の一人に数えられることが多く、鳴かず飛ばず、や、家内の継承を問う、などの逸話の多い、春秋のスーパースターだぜ。宗王は軍事的な才能にも秀でており、特に、質の戦い、では秦を散々に打ち破った。敗走する秦軍は我先にと逃亡するために船に乗り込んだため、先に船に乗った兵が、転覆を恐れて後から船に乗ろうとした兵の、腕や指を切ったため、船の中では指が手ですくえるほど、大量に溜まったという、秦軍は大混乱で敗走したのだぜ。ひえー、また宗王は質の戦いの後、その覇権を認めず秦に従う宗を攻めた。この時、宗は必死の抵抗を見せたが、宗王は首都を包囲して、屯田を設け、長期戦の構えを見せた。すると宗はこうしきれないと悟り、降伏した。ここにその覇権が確立されたのだぜ。宗王は質の戦いで秦を撃破したこと、宗の抵抗をくじいて覇者になったことを評価し、第7位にランクインだぜ。偉大な王の割にはちょっと低くない。大国、宗を率いていたから、劣勢をひっくり返すような戦いがない。勝つべくして勝つことこそ秦の名将、と考えることもできるが、少々順位が低いのは、まあ、好みということで、許してほしいぜ。春秋の名君ランキングならトップを争うんだけどなぁ。さあ、次へ行こう。さて、続いては、今回のラスト、第6位の発表だぜ。春秋の名将、第6位は、古き秩序を叩き潰した帝皇、宗光だぜ。宗光は春秋初期の君主で、帝の三代目だ。当時はまだ周に権力が多少残っていた時代で、周辺の諸侯に対して軍を動員する命令を出すことができた。そういった体制を完全に崩壊させたのが帝の宗光だぜ。帝が周の領地の田畑から勝手に収穫を分取ったことをきっかけに、帝と周王室の関係が悪化、宗光は周での役職を罷免される。
これに不服とした僧侶は衆に朝見を行わなくなった。こうして帝と衆は決定的に対立、衆の官王は、英や陳などの諸侯国を招集して連合軍を組み、帝を攻撃した。衆の官王率いる連合軍と僧侶率いる帝軍は儒活の地で激突した。この戦いは、総大将の官王を負傷させるほどの帝の大勝利に終わる。衆の権威はここに完全に失墜した。諸侯の時代がここから始まるのだぜ。僧侯は公正、小派、と呼ばれ、覇者の先駆けとみなされた。これが帝の全盛期だ。帝のような中堅の諸侯が強勢を誇るのは、春秋時代では非常に珍しいことだぜ。帝の僧侯は、儒活の戦いという、衆を中心とした秩序を打ち破る戦いに勝利して、諸侯が衆王室から独立していく時代のきっかけを作った。これを高く評価して、6位にランクインだぜ。権威をぶっ壊す系の人は評価が高くなる傾向があるわね。一比。今回の春秋の名将ランキングは10位から6位までで終わりだぜ。5位から1位までは次回、発表するのでよろしくだぜ。5位からはどんな名将が選ばれるのかしらね。まだまだビッグネームが控えているから、楽しみにしていてほしいぜ。といったところで今回は終わり。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やグッドボタン、コメント、よろしくお願いします。ではまた。またね。